ごきげんよう、中3英語です。今日も私立学徳対策ということでね、今日はこうね、それぞれ 2行ずつね、セットなんだけれども、はい、この文章の中で間違ってるところを探しましょうよ。そして正しく直しましょうよ。はい、そんな問題見てみましょう。さあ、いきます。どうでしょう。 Where did you get such a old piano? そして One of my friends gave me this piano because he got a new one か、ね、ということになってますね。さあ、どこが違う。間違いが見つかりました。はい、比較的これはね、分かりやすいかな。ね。はい。ということで、そう、分かったでしょう。はい。ここです。これです。こいつが違う。で、オールドだから、母音なんです。はい。母音なので、あ、じゃなくて、あんにしてあげなくちゃいけないね。ということですね。はい。ですから、Where did you get such an old piano? ね。いうふうにしてあげないといけないね。ということでした。はい。次どうでしょうね。Is there anything to eat? そして、Yes.There is some food.、うん、but you have to wash your hands before eat.、ね、ということですよね。まあ、だから、ね、なんか食うもんある?あるよ。いくつか食うもんあるよ。ってことだね。でも、あんた食う前に手洗わなくちゃいけないよ。ぐらいな感じですよね。だから、なんかあってそうな気がするなってことなんですが。はい。さあ、どこが違うでしょうか。はい。to eat. はい。some food. はい。それから to wash. はい。それから eat.はい、そうなんです。何が違うか、こいつですね。この eat、 はい、こいつが違うんです。 before っていうのは前置詞ですね。はい、ですから前置詞の後、はい、前置詞の後というのは基本的には名詞がやってくるということになるんだろうな。はい、ただそこに、はい、動詞だね、eat っていうのはね。はい、だから前置詞の後動詞としては来られないんですよ。名詞としてしか来られない。だからしょうがね、はい、この動詞を、まあ、名詞化してあげた動名詞にしてあげるわけだ。はい、ですのでここをね、eating ということでね、 ing の形にしてあげる。 before eating。 はい、それでだから食う前に手は洗わなければいけないというようなことになってきたということでした。さあ、次どうしましょう。 Have you ever seen a movie? はい、 Yes, I have. I have seen it when I visited Tokyo last week. ということですね。まず、Have you ever なんていうんでさ、ね、今までに何々したことがありますかなんていう経験を尋ねる。ね、あ、だから今までに、その映画見たことあるなんて聞いたんだよね。あ、現在完了で聞いたから、Oh, yes, I have. Oh, have で答える。お、良さそうだな。で、I have seen. もまた現在完了かな。It when I visited Tokyo last week ということなんですが、さあ、どこが違うかな、どこが間違ってるかなっていうことになると、はい。こいつなんですね。I have seen 現在完了を取ってるんですけど、これさ、last week っていうことで、単純にその過去のある、その一点だけを指してるんだよね。先週っていうことでね。はい、ですからこの文章は現在完了にするんではなくて、ただただ単純な過去形として見てあげたいんです。はい、だからこれ have seen じゃなくて、see の過去形である so っていうふうに書いてある。で、あとはね、あの接続詞で結んだ、その後もまあ過去形ということで、まあ晴れて、一文過去形でっていう形にはなったよということですね。はい、ということで、ここはあえて現在完了を使わず、単純に過去形ということで書いていきましょうということでございました。ということでね、学徳の問題、まあいろいろなところを拾いつつね、やってみてるっていうところではありました。では、また。はい。ちゅうことで、発音の問題もちょこっと見とこうよということなんですね。非常に苦手にしますね、この発音の問題。ね、まあ、私立等々では、まあ、結構よく出てくるね。まあ、公立等々で出てこないんで、まあ、普段あんまり触れないんだけれども、やはり私立のところでこの発音の問題見ておきたいということでした。はい。で、今日はね、またちょっとね、出題の形がね、変わってまして、はい。一つ与えられてるんです。said という言葉が与えられてて、はい。これと同じ発音をする部分、赤い線引いてありますね。が、何個ありますかっていうことなの。はい。ですから、この例えば said っていう言葉があって、その下に10個。はい。この単語が出てるわけよ。ね。同様に town っていう言葉があって、はい。10個単語が出てるわけよ。はい。で、この中から同じ音になるところが、単語が何個あり
ますかっていうのがまたまた珍しいね、出題の形式ですね。はい、じゃあまあとにかく言ってみましょう。はい、セーブという言葉ですね。はい、あの発音記号ですと、えっていう音ですので、このえっていうこの音が出てくるんですね。はい、ですからじゃあ同じくえっていう音が出るもの、はい、何個あると思います？ね、お天気とかっていうのはね、weather, station, meter, many, wait, my own job なんだけど、senior, mean, meant, friend, why? ね、なんていうのがありますよね。はい、いくつあるかな？えというのが出るもの。ね、さあ、えというものが出るもの。いくつあるかなっていうか、そんな短い時間じゃ出ないかな。はい、ということでね、はい、まずですとも止めてもらってもいいんですけれども、ちょっと考えてみてくださいね。はい、そしたら、はい、確認していきます。はい、まず、お天気だっていうことで、weather。はい、これ、まあ早速なんですが、正解なんです。まず一つ、weather ですね。はい、それから、station。はい、これね、A って音なんだな。だからちょっと違うんだ、station。はい、それから、まあ、いわゆるメーターなんだけど、見る。ね、はい、イーって伸びる音。ちょっと違うね。はい、それから、many。はい、これ正解。はい、それから、wait。はい、wait も、A っていう音になるんで、ちょっと違うね。これどうだろう。はい、senior。はい、イーっていう音。伸びないけど、イーっていう音だね。はい、それから、mean。だね、こんなね、伸びる、イー、長い、イー。はい、それから次が meant。 はい、そうなんです。これがもう一つ正解。はい、それからその後 friend。 やっぱりえという音。はい、正解。はい、そして why。 で、why は I っていうね、音になるんでね、やはり違うということで、結果、はい、1,2,3,4 ということで4個あったよってなんだな。はい、次どうだろう。town と同じ音になるもの。はい、ヒントとしては、town、あうっていう音が出ますね。あう、ね、au ですね。あうという音が出ます。はい、だから同じくあうというのを探してみてください。ということで、どうだろうか。はい。ってことで、ね、まあ、止めてもらっても結構でございますが、ね、あうという音が出るのを何個あるか探してみて。はい、そうしますと、はい、trouble、ね、これは、あっていう音ですね。はい、そして、would、はい、うっていう音ですな。はい、それから、オーストラリア、ね、うーっていう音ですね。はい、うーっていう音。はい、それから、out。はい、これが一つ正解。あうという音が出ました。snow ってことで、これは、おうっていう音ですね。snow。はい、それから、これ、some だね。some。はい。あっていう、この、まあ、trouble と同じ音だね。はい、それから、flower。ね、flower。はい、これね、これちょっとわかりにくいんだけどね、実は、これなんです。flower。ね、out という音が出るね。flower。ですから、この、out っていう音が出るので、こいつがもう一つ正解。はい、次どうでしょう。daughter。ね、daughter。これね、これも上と一緒。daughter。ね、この音が出ますね。はい、それから、shoulder、ね、shoulder。これね、覆うっていう音なんです。shoulder。ね。はい、そして、load。ね、これも覆うという音だね、ということです。はい、だから結構ね、はい、二つというのが正解になりました、ということだったんですね。はい、ということでね、まあ、発音の問題はね、なかなか難しいんだけれども、まあ、こういった出てきたものをね、確認してって、まあ、積み重ねていくのがよろしいのかなということになります。ということでございました。はい、ってことでした。では。